大分弁、大分弁または大分方言は九州地方の大分県で話されている日本語の方言である。大分弁、大分方言は以下の分類体系に位置づけられる。大分弁は全体として中国方言や四国方言との共通性が目立ち、九州方言の中ではやや異質な方言であると言える。例えば、非畜方言に特徴的な接続助手、抜点。 形容詞の過語尾、修助詞、倍、体を使用しない、日田詞などの西部を除く。アクセントは外輪東京式アクセントである。大分県の方言は、音韻や語法、文法の違いから、以下の5つの小区分を立てることができる。このうち、西部方言には非地区方言との共通性が見られ、修助詞の倍、体、純体言助詞の都、とが分布する。 特に、北地方の方言。北弁は、逆説の接続詞、抜点の使用、良い、ないの二語の修士形の加語尾、アクセント体系でも、非地区方言と共通する上、多くの語彙を共有する。東北海岸方言と南部海岸方言は、音韻的な特徴が共通している。手を、チェ、デオ、ジエ、ジェという傾向があり、大い弁の特徴である。特に、 女子の手を、チェ、あるいは、チという、レー二人結婚したっちあの二人決したってよ、ちょっと聞いちくり、ちょっと聞いてくれ、まっちくり、待ってくれ。各女子の、でも、チェ、または、ジとなる、レ展示、オータ、店であった。また、えを、い、え、じゅ、せを、ェい、ぜを、チェ、いというのは、 九州方言一般に共通するが、大分県ではこれ以外の枝断音も郊外化の傾向が見られる。発音んの後に、あ行や行、和行音が来た時に、な行音に変わる、な行連状が残存する地域がある。特に、女子、お、葉において、多くの地域で聞かれる。例、みかんは、みかんな、本を、本の、本ぬ。北、く地方を除くほぼ全域で、 座行音と座行音の混同があり、特に、座、座、ゾ・ドが著しい。礼、雑巾、雑巾。座行音と座行音を混同する地域もある。礼、体、体、肩ら、腹だ、腹だ、苗字、肩ら。筒を、ツと発音する。礼、つまらん、つまらん。10年以上でこの発音をする人が、時折より、高音の残存と考えられる。 また、字と字、図と図の四つかなを区別する地域があり、西部の北、くす地域と南部の西岸、文豪の市付近が中心である。また、くす地方から、宇佐市、中津市にかけて、字と字は区別しないが、図と図を区別する地域がある。共通語と異なり、大分方言には、画業美濁音はない。我がに変わる地域があり、我が全くない地域もある。 礼、マータ、マワタ、アラ、ワラ、文語水道沿岸の一部や武前沿岸部が中心。クワクはクワグイの音が聞かれる。礼、クワジ,カジ、ショウグしょうぐわウ正月。ただし、武前沿岸部とつくみシーナンの沿岸部にはない。高齢層が中心。鉄道、鉄道、国語、国語のような、落音前での即音化は、県北半で多い。語中、 語尾の母音、I、U の無性化や脱落化があり、特に、北、九地方と部前海岸部で著しい、大分方言では、以下の連母音融合が発生する。山間部の主に高齢層では、連母音融合により生じた、異段異段超音では、元の死因が保たれ、公害化が起こらない。また、連母音融合による E、I には、直前に、W が挿入されることがある。 九州他地域と同じく、古い、OU、お、e、う EU に由来する、音、と、音が、それぞれ、U、うう、となる。例えば、ウー風、台風、オホ風、キュウ、キョウ、キョウなど。ただし、国先半島東部及び南部海岸部では、共通語と同じく、オー、ジョうとなっている。大分方言のアクセント体系は、大部分の地域が、 外林東京式アクセントに分類される。日田市の大部分は、片区分の少ない東京式の編集アクセント、筑前式アクセントに、類似に分類され、熊本県側に競り出す形で位置する、同志旧上津江村、旧中津江村は、無アクセントとされおり、他地域とは大きく対立する。左が、共通語、右が、大分市における伝統的なアクセントである。太字部分が、 ピッチが高くなる部分で、それがない子は平板型とする。な行変格活用が残存している。ただし、上り、犬は、標準語では用いない。個々における上二段活用、下二段活用動詞、助、動詞の残存が見られる。ただし、終始型は連帯型と同じ形を用いる。県南部では、上二段のか二段化があり、例えば、起きるは、おけん、起きない。 おけた、おきた、おちるは、おてん、おちない、おてた、おちたとなっている。標準語の上一段活用、下一段活用同士が、一段活用と五段活用との、混合した活用をする。非区方言同様、一段活用同士が、なぎょう五段活用化する傾向があり、特に未然型においてその現象が品質する。 また、規定型のみでなく、死液の場合の未然型にもその検証が起きやすい。同詞連用形の音便には、以下のような共通語との違いがある。中、オフした音便は、高齢者しか使わなくなってきている。大分方言では、共通語と同じく、形容詞の終止形、連帯型を、いで結ぶ、意語尾。ただし、日田市では、良い、ないの二語のみ、終止型に、 よか、中が用いられる場合がある。形容詞の活用には、標準語といくつかの相違点がある。大分方言は、標準語の形容動詞綺麗だ、おっくうだなどの語を書き、代わりに形容詞の、美しい、よだけを用いるほか、形容動詞の多くの語が、形容詞としても活用する点特徴である。動詞につく、否定の助動詞は、ん、ない。 でにあたる否定中止には、いかんで、いか字じのように、んで、んじを用いる。過去否定、なかたには、県北山幹部及び南部に雑多があるが、古い形であり、現在は、んじゃった、若い世代を中心に、んかったを使う。全県で用いられる断定表現は、じゃであるが、若年層を中心に、やの使用が急速に普及している。西日本各地の方言と同様に、 状態可能と能力可能の表現を使い分けるが、不可能を表す場合には、蒸気を否定型で用いる。食べれるの形は、ラヌキ言葉と言われる若者言葉ではなく、かなり古くから見られた、例見る見れる。ただし、多い食べのラヌキ言葉は、状態可能、主観のみしか表さず、単に可能全般の意味を表すわけではない。南部の海岸部では、 キルを使わずに、用動詞、または、A 動詞の形で、能力可能を表す。西日本各地の方言に共通して見受けられる、動作の進行、継続を表す。夜と、状態の完了、継続、結果を表す。チョルの二種類のアスペクト表現が、多いためにも存在する。夜は、体温、チョルは、体調に変化することもある。視覚の角女子、側。 北部で、ぐ、南部で、いに変化する場合がある。例雨い降り夜、イコールウが降っている。対角、おは、普通、酒を、酒う、花を、和のを、年を、途中のように、名詞と融合して発音される。国先東部では、花を、ワナな、国先東部、県南沿岸部では、酒を、酒用となる。ただし、名詞語尾が、音の場合や名詞が一の場合は融合せず、 音発音する。方向、方位を表すには、へは用いず、にを使うが、これが、いに変化し、さらに、音、同じく名詞と融合する、例、大分に、おいて。これも、名詞語尾が、発音、超音の場合や名詞が一泊の場合は、にのまま。非着点を含まない方向、方位を表すには、さめ、さね、ドり、どり、んゴつなどを用いる。動作、 行為の目標を表すのに、動詞連用形、形を、県北半分で使う。の、のものにあたる、順体助詞は、九州で広く、とを使うが、大分県では、西部の北、九州地方、中津市山間部で、と、つを使う以外は、北部の中津市、宇佐市、文後高田市付近で、のん、それ以外の地域で、のを用いる。原因、理由を表す接続助詞は、 き、き、けい、けんが使われる。れい、ねむかったきなにもしちょらん。ねむかったからなにもしていない。けんほくには、なきー。くにさきとうぶには、ほどに、に由来する、ほで、なんぶさんかんぶの一部に、によってに由来する、のっちがある。逆説の接続助詞には、けんど、けんどん、けどが、けんどがなどを使う。ひたしでは、きちくほうげんけいの、ばっちんも使われる。 太字部分にアクセントを楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。